これは。さっ。これ、あ、これ、これ、あ、うわーっと。上がれ、上がれ、上がれ、上がれ。ダメだこれ。よし。このまず出してみます。社長にもあのやっていただきたいと思うんで、僕はできない。ちょっと社長、これあれですか？あのご覧になるっていうのは、この新製品をご覧になるっていうのは何回もご覧になってらっしゃるんですか？何回か見たように思うけどね、あのだんだんね、はい、あの完成に近づいてきてるでしょ。僕は最初に一番最初に見たのはあの去年のね11月のね任天堂の展示会で初めて見たんですよ。それからまあ2回ぐらい見たかな、うん、でもだんだんこう完成していってるからね。しかし今こういうのは今日初めてこれ見るんですけどね。これができるまで社長どれぐらい期間かかったんですか？いや、どれぐらいかかったんですかね。だいたい基礎研究入れて5年ぐらい、5年かかってますか？かかってると思います。相当費用かかってますよね、これね。そうですね、お金もね。我々もそこまでは出来栄えというかいかがですか？まあそうだからね、出来栄えをね、あの今僕はちょっと論じられないと思うんですよ。それはね、完成した商品が発売されるでしょ。そしたらまあたくさんのユーザーにきっとあの遊んでもらえると思ってますし、その時ね、先ほども言ったかもしれませんけども、ユーザーがね、どう判断するかなんですね。まあ、それがあの大変ね、あの僕関心が強くてね、そのユーザーの、あの多くのユーザーのご判断をね、なんとかできるだけ早くね聞きたいと思ってます。その発売日がものすごく楽しみですね、これね。いや、あの楽しみというよりもね、あのもしねユーザーに支持されなかったらね、これはもう人間のダメなんですから。まさにあのこのマリオのこのゲームっていうのはね、任天堂の、あのこれからのね、任天堂の前途をね、占うソフトですからね。